타임은 순간 필수가 먹고 남았지. 예순아, 무슨 일이야? 맞춤 제작하려고? 그건 언제든 환영이야. 덕분에 영화도 잘 상영됐고 내 브랜드도 덩달아 더 유명해졌어. 겸손할 거 없어. 자비에도 슈브르즈도 그리고 키라라도 전부 도와줬잖아. 다 내 친구들인걸. 너희는 너희 생각보다 더 많은 걸 해줬다고. 나야 그냥 패션 디자이너일 뿐이지 뭐 이상한 부업 같은 건 없어. 다만 장사를 하다 보니 친구도 많이 사귀게 되고 이상한 일도 많이 겪게 되는 것 뿐이야. 오늘 도움을 받았으면 내일은 도움을 주고, 장사란 게 다 그런 거지 뭐. 프리나상을 받았으니 자비애가 엄청 기뻐하겠어. 다음엔 정말 분수대에서 볼지도 모르겠네. 우리 가게도 맞춤 제작 주문이 많아져서 일손이 모자랄 정도야. 어쩌면 내 꿈에 한 발짝 더 가까워졌을지도 모르겠네. 어쨌든 치오리 부티크는 언제나 너희를 환영할 거야. 나중에 열릴 폰타임 패션위크도 많은 관심 부탁할게. 그래, 또 보자. 何か用？服をオーダーメイドしたいの？だったらいつでも歓迎するわよ。君たちのおかげで永遠も予定通り上映できた。うちのブランドも大勢の人に見てもらえる。またまた謙遜しちゃって、ルザビエを助けたし、シュブルーズだって助けた。キララも前にお世話になったって言ってたし、みんな私の友達なのよ。二人がしたことは、君たちが思ってるよりはるかに多いの。私は一階のファッションデザイナーで、怪しい副業なんかしてないから、ただ商売の関係で友人がどんどん増えて、厄介事も多くなってね。助けられたり助けたり。今日お世話になれば、明日はこっちがお世話する。それが商売ってものでしょ。フリーな賞を取って、グザビエはそれはもう大喜びしてるわ。次は本当に噴水で発見されることになりかねないかもね。うちで服をオーダーする人もどんどん増えて、店は猫の手も借りたいほどよ。これで、夢にまた一歩近づけたのかな。とにかく、チオリアは、君たちならいつでも大歓迎よ。もうすぐフォンテーヌのファッションウィークだから、そっちの応援もよろしくね。服をオーダーメイド。君たちのおかげで、またまた二人がしたことは、さ、じゃあまたね。